ケスイージョは、ラテンアメリカ圏、スペイン、フィリピンの料理、または食材であり、国によって意味が異なる。原義では、小さなチーズを意味する。サルタのケスイージョアルゼンチンのケスイージョは、主にカルカキー渓谷とレルマ渓谷で生産されており、スペイン人による征服が行われた際に、ヨーロッパの料理と現地のクレオール料理が混じり合って、誕生した。牛乳、または、 ヤギジチをフィラード、または攪拌することにより、独特の食感と風味が得られる。チリとボリビアにおけるケスイージョは、小さなフレッシュチーズこのチーズは、コチャバンバ渓谷で好まれるチーズである。このチーズは、無調整の牛乳に、ペプシンやサを加え、トウモロコシくらいの大きさに固めた後、塩漬けにして乾燥させ、手のひらくらいの大きさに加工する。 それから2から3時間寝かせることによってボロボロになり食べ頃となる。スペインのカナリア諸島におけるケスイージョはフランの一種を指す。このケスイージョは全卵とコンデスミルクで作るため他のフランよりも硬い仕上がりになる。コロンビアにおけるケスイージョは濃厚なクリームチーズをプランテンの葉で包んだものを指し、このチーズは乳業が盛んなトリマ県のグアモで生まれたとされている。 今日において、このチーズは、ボゴタやウバテをはじめとする、クンディナマルカ県、アンティオキア県といった地域で、商業的に生産されており、著名なブランドとして、パスコやコランタがある。ドミニカ共和国におけるケスイージョは、デザートを指す。細かな際はあるものの、だいたい甘くした牛乳と卵で作られたフランを指す。メキシコにおけるケスイージョは、オアハカチーズといった、 球状にして売られているストリングチーズを刺す。ニカラグアのケスイージョニカラグアにおいて、ケスイージョは分厚いトウモロコシのトルティーヤで具を包んだ料理を刺す。具には柔らかいチーズと玉ねぎのピクルスが用いられ、サークリームや液状にしたチーズと酢がソースとして使われる。この料理はレオン県発祥とされているが、長ロテまたは ラパスセントロを発祥の地とする説もあり、論争が繰り広げられている。この2社の大きな違いは、ラパスセントロの方で紫玉ねぎが使われていることで、ある。ケスイージョは道端で軽食として売られるほか、ケスイーレラスと呼ばれる売り子の女性が通りで、販売している時もある。最も有名なケスイージョの屋台群は、レオンとマナグアの間を結ぶ高速道路にある。 消水所にちなんだ言葉遊びとして、もちろんを意味する、クラーロクシを、クラーロクエシロウズにもじったフレーズがある。というのも、消水所の具は、垂れやすく、ビニールで覆われることが多いからである。食べ終わった後の消水所の包みは丸められて、町の片隅に捨てられ、その穴は、最終的に消水所の包みで溢れかえる。ペリューにおいて、消水所は、 小さなフレッシュチーズのパティを示しており、大抵の場合は、道端や市場、小さな商店で自家製チーズとして女性によって売られている。アンデス地方において、このチーズをシチューやスープに使うのが一般的とされている。フィリピンにおいて、下水所は白くて柔らかい、カラバオという水牛の乳、またはヤギジチに素や柑橘汁及びレンネットを加えて固めた。 チーズを刺す。これらのチーズは、フィリピン各地において様々な名称で呼ばれており、例えば、ルソン島のカビテーニョで、ケザリオと呼ばれるチーズは、ケソンプティのことを指す。また、セブ島には、クエス・オアキセヨという、似たようなチーズが存在する。ベネズエラのケスイージョベネズエラにおけるケスイージョは、卵とコンデスミルクとカラメルで作られたデザートを刺し、 クレームキャラメル及びフランと似た性質を持つ。この料理が生み出されたのは18世紀だが、当時はコンデスミルクではなく1ポンドの砂糖と4カップ分の牛乳が使われていた。ベネズエラの北に位置する ABC 諸島のアルバ、ボネール島、キュラソーにも同様のデザートがある。ありがとうございます。